展示サークルタッチです。私は現在サークルの代表を務めさせていただいてます難波です。副代表させていただいてます北井です。このサークルは平成7年に設立されました。現在は樫の木園を書店に活動しております。主な活動内容は、点訳本を作ること、それからもう一つは青果町内にある小中高に展示とは何かを教えに行かせていただいています。原則毎週火曜日10時から12時、現在は12名で頑張ってやっています。まず最初に点訳本を作るためには自分が点訳にしたい本を選びます。そしてそれを展示のルールに従ってパソコンに6点展示で入力していきます。それを、2人の人に構成をお願いし、初めて点訳本として印刷にかけることになります。そして専用の印刷機で点訳された本は現在青果町の図書館に収められています。皆さんもよかったら図書館で展示の本はどのようなものか一度、見に行ってみてください。これは挿入、これは説明ですよね。パソコンに入るまでにはほぼ1年をかけて展示の成り立ち、それから仕組みなどについて勉強することになっています。それからあとパソコンで点訳本を作ります。だからといって以後やはり、いくら、ベテランになっても月2回はそれぞれが持ち寄った、教材で学習をしています。カッコ閉じよりも一マス同等一マス以下に展示についていろいろルールが複雑ですので、それからまた日本語が変化するので展示もいろいろ変化していきますけれども、自分の好きな本を選んでそれを一生懸命点訳してその絵を形にして残せるっていうのが楽しいと思いますので、またよかったら皆さんも参加してみてください。